どうもこんにちは、ペンとカメラと雑記帳高橋です。いつもご視聴ありがとうございます。さてちょっと散らかっております。お話の前にですね、これなんですけどいい感じです。視聴者の方からですね、マネ室とか対応するんであればやっぱりデスクマットあった方がいいんじゃないですかということでおすすめいただきまして、いろいろ探したんですけれども、たまたま、行っていたですね新宿のロフトで見つけました。6階だったと思うんですけども、比較用品グッズ、手作り系でしょうね。その材料などをたくさん置いてある革のものが充実してるですねコーナーがありまして、そちらの方で歯切れの扱いになるんだと思うんですけれども、適度な大きさのものがありましたので、購入いたしました。3000円くらいだったと思います。すごくいい買い物だなと思いました。すごく質感がいいです。また書き心地もこれから書いてみますけれども、とってもいい感じですね。ありがとうございます。さてこういうふうに散らかっているのはですね、来年に向けてということもあるんですけど、日々ですねこう予定を立ててね、プランニングをして、どんなサイズのペーパー、どんなサイズのシステム手帳、あるいはここにノートも加わってくるわけなんですけれども、どんなものがいいのかなっていうのはやっぱり自分の中でね、まだ絶対的な答えが出てるわけじゃないんですよ。それで今日はですねちょっと実験をしてみたいと思います。題しまして、システム手帳サイズ別のデイリーの見え方、ありよう、どんな風に書けるかということを体当たりでテストしていきたいと思います。今回はですね4種類で試してみたいと思うんですけど、たまたまですねプロッターでリフィルがですね全部揃いました。ですから紙質は全部同じですね。そして、こちらからですね A5 サイズ、こちらがバイブル、こちらがミニ6、それから、これはプロッターの独自規格だと思うんですけれども M5 スクエアですね。こんなサイズ感になっています。不思議なサイズ感ですね。 M5 の天地をスクエアに伸ばしてみた、横に伸ばしてみたという形ですね。すごく魅力的です。さてでは書いていきたいと思うんですけれども、1日1ページを想定して書いていきたいと思います。それでまずですねバイブルでまず1日1ページのものを作ってみます。これは内容はですね多少アレンジが入ります。昨日と今日のようなものを合体させて作りたいなと思ってるんですけども、1日1ページを使ってみます。それをですね例えば M6 であるとか M5 スクエアであるとか、こういったものに展開した時に当然面積が違いますから、書ける量とかですね書き方の工夫とかいうものも必要なんだと思うんです。でもできるだけここで書いたものをできるだけこう同じような内容をですね保持しながら書いてみたいなと思います。でそうすると面積が大きいですね英語の方はですねゆとりを持って書けるなっていうことが今想像できますよね。ということで早速始めていきたいと思います。ではよろしくお願いします。でヘデラーなんですが、この中にはですね 1.0 のジェットストリームが入っております。 1.0 芯ですね。どういうふうに入れようかな。ちょっと過去になるんですけども、1日前のもので書いてみたいと思います。バレットジャーナル的にですね、いくつか、やっぱり日々の用事っていうのはありますので、こんな風にまず、このくらいはいくだろうということで書いてみました。一番最後はですね、23時50分キックオフの日本 VS クロアチア。これ残念でしたね。でもよく頑張りましたよね。はい、それでアメックスで、月の締めをね、他にもあるんですけども、たまたま、
この日はアメックスをやろうかなという感じです。それからちょっと車の保険のことをですね、仕事先がなんか任意保険ちょっと提出してくださいというので、うんと思いながらですね、はい。それからファイルファックスのことを少し調べています。それから、あ、机の片付けですよね今皆さんがご覧になっているのはほんの一角ですので、何の問題もなく見えていると思いますが、まあちょっと片付けないとねっていう、あのこの、デスクマットをですね敷きたいというのもありました。はい、こんな感じですね。あ、そうそう、それからちょっと計算絡みのチェックがあって、これはあのなるべく早めに連絡頂戴ということになっていました。仕事なんですけども、金曜日のちょっと3と4というプロジェクトがありまして、このことを手をつけていかなきゃいけないです。調べ物があるんですが、 DK について、それから先週の続きっていうような要素もありまして、ちょっと書き足りないですね。これだとまあ省略して書いてありますけれども、なんか自分のもっとやるぞっていう思いの丈をちょっとぶつけきれてない感じはします。それから予定ですが、ヘアカットに行きました。これは実は今日のことなんですけども、行きました。それから16時から18時半くらいで弓を引けたらいいなと思うけど、これはちょっと謎ですね。ちょっと難しそうな感じになってきました。それからですね、オイゲンヘリゲルという人がいるんですけども、これはちょっとね、参考にしたくて、日本ということなのかな、これを入れたら日本ということになりますね。まあ大体こんな感じかな。夕食がですね、あ、間違えちゃった、ランチも書いとこうかな。ディナーっていうほどじゃないけど、日干しの魚でしたね。関味をもらったんだったな。これ美味しかったですよ。これ昨日のことですけどね、美味しかったな。まあミックスして書いてますけれども、今日のお昼はですね、とんかつミニ弁当とかなんとか、ちょっと食べ足りなかったかな。はい、こんな感じです。ですね、まあ、この仕事のところがちょっとぼかしすぎてて、これだと本当には対応できてないですよね。本当はもっとスペースが必要になってくるのかな。こんな感じですね。時間軸を入れて、書いてみたいという気持ちもあるんだけど、ちょっと要素がどのくらいなのか見えなかったので、今回は縦の時間軸を入れることを、断念しました。はい、じゃあこれをですね、ミニ6に移してみましょうか。どんな風になりますかね。全部はいけないのかな、どうだろう。まあ、せっかく毛が引いてあるのでこれを使いましょうか。
まり面白くないな、この余白がある程度ないとね。僕の中ではですね、かなり小さな字で書いています。あ、ファイルファックスは小文字から始めるんでしたっけ。書けました、全部入りましたよ。入れようと思ったら入るもんですね。へえ。いけますね。うんうん。 M5 はどうだろう。 M5 スクエアですね。 M5 だとここまでしかないんですよね。ここだけになっちゃうんですよね。どうだろう。高さは足りないんで、少しレイアウトを工夫しないといけないんですよね。でもこの幅をね、うまく使いたいですよね。大文字で書いちゃった。もうそろそろこっちに持ってこないとね。お、意外にいい感じかもしれません。うん、
ランチはここに書いちゃおうかな。まあランチとか書く必要ないと言えないですけどね。はい、それからまあ日の一日の締めくくりということでディナー。お、かなり余裕を持って書けましたよ。入りますね。意外、やろうと思えばできる。ただまあ自分が書きたい文字の大きさになってるかどうかということで言うとですね、多少慎重に書いてますね。もっと本当はおおらかに書けたらいいなと思ったりもしております。まあこの辺りはもう仕方がないかな。はい、じゃあこれで今度は英語ですね。すいませんがちょっとセンターに寄せさせてもらって、ここはやっぱりね、せっかくですから149で書かせてください。もうね、余白が楽しいという。お、やっぱりいいなぁ。中はですね、ミステリーブラックが入っています。やっぱりいいじゃないですか。ちょっと字がつぶれ気味になりますね。お、こんな感じですよね。これはちょっと縦に書かせてもらって、こんな感じですね。そしてこれはいいですね。なんだかこうちょっとグラフィカルなゆとりができますよね。ちょっと遊べる感じがいいですね。まあ実はここで YouTube なんですよね。今撮ってます。はい、まあ2本いけるかどうかとかそういうのは分かりませんけどね。それから、あ、そうか、もう一つか。忘れないようにしないと。はい、でランチが豚カツミニ弁当、それからこんな感じです。お、ゆとりがありますね。あ、やっぱりな。まあこれがね、楽しいかどうかっていうのはちょっと人によってこの辺どうなんですかってありますけども、例えばですけども、これに付随することってありますよね。机の片付け後デスクマットですよね。まあ、デスクマットを引くために机の片付けをするわけですよね。でクロアチアに関しては残念だけど PK で、敗れる。
でもすごくいいゲームだったというようなちょっと所感を残すことができますよね。僕にとっては割とこれが大事かな。この付随してこう派生していくこと、これが案外書いてて楽しいですね。アメックスもね、あるんですよ。アメックスだけじゃなくて、ヨドバシもあるな。カードが違うんですよね。ヨドバシはヨドバシのね、ポイントカードがの、くっついたやつがありますもんね。あちらで請求が来るんですが、今月はでも何も買ってないような気がしますね、この1ヶ月はね。それから、ペイペイはこの間入ってみたばかりですね。あ、そうかそうか。だから、あれだ。スイカだ。スイカね。はい。チャージしますか。はいって言って、そういう、入ってやるとね、どんどん使っちゃいますけども。まあしかし、現金逆に使わないというのもありますから、まあそれはそれでいいんですけど。こういう、付随してこう、まあ、派生してくること。これは今日やらなくていいんだけど、近いうちにやっぱり、やることになるわけですよね。だから一応書いておくと便利がいいかと思います。で、ファイロファックスはですね、ヘリテージが気になってます。ただ現物なかなか見れないんですよね。なかなかって言ってもまだ一度しかトライしてないんですけど、ロフトには置いてなかったですね。昔はなんかすごく置いてませんでした？ファイロファックスって。あの時代が懐かしいなぁ。まあ、あと細かいことで言うと、そういや宅配便が来る予定が、これは私のじゃないです、家族のものが来ます。最近何も買ってないですよ。買ってないなぁと思いますまだ届いてですね、まだ届いて開封してないものもあるんですけど、これなんかどうしたらいいかなと思って、自分の中でまだ筋道が立ってないんですよね。こんな感じかな。だから少しゆとりが持てますよね。さすが英語ですね。はい、こんな感じ。だからこうちょっと書き出して見ようかなと思った時ですね、ちょっともう少し一段細身のカルムを使ってみますけれども、例えばここでヨドバシとスイカ、この日じゃないけどもいずれ来ますよと。それからファイロファックスはヘリテージ、クロアチア PK で敗れる。終わったらこうね、潰していきたいなと思います。ですから実はちょっと終わったものもありまして、こんな感じ。あ、買ってないですけどね、調べただけですけど。あ、片付いてるから撮影ができてるんですね。クロアチアも終わりました。これも終わったな、というふうな、ことになりますね。YouTube ももう終わったことにさせてもらうとこうなります。あ、宅急便も来たな。お、ずいぶん片付いてますね。なかなか。で、こちらでも同じことが言えるんですが、どうですかね。アメックスやってなかった。間違えました。
なんかちょっと寂しいですね、この日付回りがね。なんかもう少し、どうなんだろう、あんまりいいのか悪いのか、あれあんまり冴えないかな。うん、つまり分かってまいりましたよ。バイブルサイズに書けることはですね、工夫すれば M6 にも書ける、ミニ6にも書けますということが分かりますね。もちろん M5 スクエア、こちら少しゆとりがある分、まあ書きやすいかもしれませんね。いけますね。そうか、そうなんだ。つまりね、単純に面積だけ比べるとね、こんな面積の違いがあるわけじゃないですか。だけどもいざ書いてみると余白を多少生かしたいというような気持ちもあるし、そういうことがね、それがまあ書きながらレイアウトみたいなことをしてるわけじゃないですか。紙面デザインのようなと さりげなくしてるわけですよね。こういう余白ってやっぱりあった方がいいなと思うんですよね。だからバイブルでちょっとその余白はなくなるけれども、大体同じことをほぼ 95% ぐらい書けてますよね。そのことについては M6 でも OK ですね。 M5 スクエアでも OK。 まあこれは皆さんあまりね、みんなが持ってるもんではないと思いますので、まあこれは参考程度ということになるかとは思いますけれども、英語はさすがにね、ゆとりがありますね。ちょっと俯瞰、もう少しカメラを上げて俯瞰してみましょうか。どうですか、これ意外にですね、僕発見でした。書ききれないんだと思ってたんですよ。特にミニ6は、ここまでは書けたけども、こんだけ入んないなっていうことが当然出てくると思いながらやってたんですが、兄はからんや、うまく入りましたね。ただ文字はね、かなり気を使って小さくは書いてます。入れようと思ったわけじゃなくて、どうしてもやっぱり紙面が小さいと、それに合わせて少し小さな字を書こうという気持ちになるんですね。そういうことがね、今回発見だったなと思います。英語がね、ゆとりがあるのももちろん分かっておりましたけれども、まあ日によってはね、もっともっと書きたいこともあるし、まああえて149で書いてますから、少し大きくなってますので、細いボールペンなどを使えばですね、もっともっと書けますよね。まあ、ちょっとなんとか術っていうのとですね、言葉、この2種類とかね、こういうふうに、より深掘りのメモを入れていくことができますよね。弁当は正常意思と、まあ、こんなこと書いたってしょうがないのかな。いや、そういうこと自体が意味があるのかな、ヘリゲルは弓と禅、実はページ数も分かってるん、あ、今頭の中には記憶にないんですが、ここからっていうのがあったりするので、こんな風にメモを詳細に書いたりとか、これが宅急便が実は3つ来るんだよとかですね。うん、こんな感じで書いていけますね。そうするとどうですか、皆さん。お悩みの方もいると思うんですよ。M6 が流行ってるな、 M6 で行きたいな、行けるかなっていう人と、やっぱり王道はバイブルでしょうっていう人とですね。まあ今僕はこれに気持ちは傾いてはいますけれども、いやいや、やっぱりゆったりとこう余白があってこそ
いろいろ発想も豊かになるので、やっぱり英語ですよねっていうことがあると思うんです。持ち運びのことを考えれば、まあこのペーパーだけ持ち運ぶんだったら何だって大丈夫ですけども、あのバインダーに入れてね、システム化して持ち歩くとなると、やっぱりそうはいかないですよね。英語でしたらこのくらいのボリュームにはなりますよね。まあこれは手作りですけども、革だったりするとね、どうしてもある程度いきますよね。また開いた時にね、やっぱり開いて外すにしても一度は開くことになりますから、スペースは多少必要になりますよね。ですから電車の中とかでこう回してこうはいかないですよね、なかなかシステム手帳の場合。ですからこう開いてこう書くことを考えると、電車の中とかでも使いたいという人はですね、英語のこのボリュームサイズはちょっと難しいのかな。だけどこのね、広々とした空間魅力的ですよね、やっぱりね。でバイブルでしたら、まさにこんな感じになるわけですよね。バイブルだったら、まあでもこれでもね、片手で書こうと思うと難しいですよね。こうぐわーっと回してこうやって書ければね、まあ書けないこともないけど、あまり本来の使い方じゃない感じがしますね。やっぱり机の上にこう置いて書くのかな。そうするとやはりロールバーンとかね、これ YouTube ノートですけど、いいですよね。こう書いていって11時カットとかね。でもこれが楽しいのかどうかなんですよね。どうかな。でも毎日のことだったらこう書いててもいいのかな。そうか、くるっと回して使う分にはね、これだったら片手でいけるんですよね。これはね、便利がいいですよ。いいと思うんですよ。ちょっと省略気味ですけど、A じゃなかった、1と2のことですよね。あ、違ったっけ、3と4って書いたっけ。あ、3と4でしたね、プロジェクトの。ごめんなさい。DK について調べるでしたね。で、4が選手の続きでした。いいじゃないですか。関八とんかつミニ弁当。あれ、もしかして正解はこれだったりする。これだったらね、電車の中で書けますよ。ボールペンだったらね。万年筆はちょっと怖いですけども、ボールペンだったらいけるんじゃないですか。ちょっと手を挙げて、まあ字はちょっとこうヘラヘラして良くないですけども、もう急いで何かするっていうことだったら、ありじゃないでしょうかね。
電車に乗ってる間にね、だーっとこうバレットジャーナル的なものを書き出したりっていうことに使えますね。まあ裏抜け最低なんですけども、もうだからモンブランミステリーブラックは絶対使えない。もしかしたら365デイズノートがいいのかも。どうでしょう。はい、ということで今日はちょっとまあ遊んでみました、実験してみました。そうですね、まあいろんな答えの導き方があると思うんですけども、バイブルサイズってやっぱり優秀だなっていうふうには思いました。やっぱりバイブルは使いやすいんだろうなと思いました。で書いてて日記的なね振り返りも含めて楽しいなというのはやっぱり英語のゆとりのなせる技ですよね。このやっぱりスペーシーがな感じがあるからこそですね、いろいろ遊びができると。でミニ録はもうまさにミニマリズムでしょうね。もう削ぎ落として各要素はもうまとめて最小限で書いていくという方に向いているのかなというふうに思います。まあもちろんつわものはですね、もうダーッとでっかい字で書いてこれ何ページも1日分で使うという考え方もありますよね。それも気持ちいいかなと思ったりします。 M5 スクエアも使ってやんなきゃなと思っております。はい、というわけで今日は同じことを書いて皆さんにとっては退屈だったかもしれませんが、まあしかしこんな風に比べてみることでそれぞれのサイズ感の良さというものがですね、改めて分かってきた点があったなと思っています。なかなか自分にとっては楽しい企画でした。はい、どうもここまでありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。ではまた近いうちに。Thank you.